ルは完全に全開してる。控室なんだこの椅子。あー床抜けてるね。あーやっぱり違う。まあ大正の病院って感じだな。うわここだね、畳が。診察券があるわぁすげぇ工事物の診察券紙だったんですね、やっぱり最初は。うん、しかもでかい。父出すの大変だそうだ。行きそうな、行けそうだ。なんか怖えな、なんかこれ何室かな、わかんない。手術室かな。なんかのファイルがあるね。富士通昼間。わすごい。残念、ほとんど床が。なんか踏み屋の形式だ。うん。なんとかしていけないかよ。うわっ、すごい薬品だらけだ。いや隣の部屋、薬品がすごい。まだ窓ガラスの向こう。近場近行ってみるか。やべえ。うわ、この棚や本が完全に土に返ってる。すんごい明治時代の遺術書とか。ロシアはもちろんソビエとか。なんだこれ。この名前がいっぱい出てる。カルテとか。カルテじゃなくて、なんか本で難しい専門書みたいな。うわすごいこのテレビ。見てこれ。昭和かな。お。レトテレ。カレンダー9月。
トヨタのカレンダーか、もしかして。あ、やっぱ トヨタだ。栃木トヨタ。これ誰だ。え、カレンダーの、カレンダーで言ったら紙の人誰だ。いや、あれはちょっとわからないな。でもカレンダーっていうことは絶対土地が書いてあるはずだけど、西暦何年か書いてねえな。協力でアフールバスクリン、あ、これ鍵がいた、鍵かかってんね。おー、ほんとだ、なんだあれは。あ、クラウンっぽいぞ、クラウンっぽいっすよ。うん、昭和のカレンダーだよね。ほとんど昭和ですね。すごい。あの女優誰。あ、美空ひばりとかじゃなく、違う。いや、でもそんな感じだよね。そういう系ですよね。うん、あ、1963年。わ、その頃はまだ一応綺麗だったんですけど、セレッ、なんか怪しい。わ、消毒、運動服、消毒のアルコール。うん、すごい。塩酸、塩酸、危ねえ。塩酸がある。毒用アルコール、塩化ベンザルコリウム、アイワニ、強力利尿剤。さすが昭和。しかも作られたのは大正だし、栃木県医師会会長とか生きてないよな。昭和35年って書いてあるもん。消毒のアルコール。うん。すごい。これのまだ残ってる。博物館ってレベルだよな。茂木、はい、町電話26番。おそらく電話が直通できないんだよね、多分。超平和バスターズって書いてある。え？超平和バスターズ。本当だ。あれ、あの花の。うん、だね。ずっとないよ。ん、ずっと仲良し。あ、仲良し。うん、こっから見るとそういう風に見えちゃう。あ、診察券の裏面がある。診察時間とか書いてある。診察は午前、時より正午まで、1時より。すごい。もうほんとすごいですけど、ちょっと待って、向こう側の部屋は行ってないぞ。え、向こう側に行くわかんない。なんだろう、トイレかな。手術室だ。うん、じゃあ間違い。うわー、タイルもひびが割れてるな。危ない。できれば裏口が出たいとこだな。あとカメラのバッテリー残り4分。こっちはなんか院長室って感じ。こっちは大丈夫そうだな。
タンカーメン。何の器具かわからない。うん。まあ、そういう意味ないかな。予約しろとか。メスとかあるかな。あ、ハサミある。注射器？これ注射器？なんだろうね。ずっと。何が保存してあるんだろう。裏は民家だよね。昔ここに住んでたんだろうね。あ、委員長の家だ。うん、おそらく。カメラのバッテリー残り2分。さらに懐中電灯もバッテリーが切れかけている。本当に潮時だ。ラスト2分。違う、正面口。草が刈ってあるんだ。草が刈ってある。うん、まあもう借りなんか意味ないけどね。中すごいよ。中すごいよ。すごい。うわぁ、学校みたい。うん、なんかの掲示が。バッテリーでも買ってたのかな。バッテリー残り1分。頼むぞ、あと1分。もうあと何秒かかな。これは？トイレ。風呂がある。風呂。ああ、トトロみたいな。お風呂ありやすい。なんか風呂あれ、風呂じゃないですか。風呂だね。トトロだね、完全に。はい。洗濯機も。手で回すタイプか。バッテリーあと数秒。